11月18日、今朝4時50分なんですけども、いかがでしたか？昨日もセル作戦でしっかり撮れたと思います。動画の方で解説していきますので、今日はね、1時間軸だけ見ていきましょう。1時間の中でもギュッとね、凝縮したものをお届けしますので、よくわかります。今回ね、予想が立てられなくて、あまりよくエントリーできなかった方、利益を取れなかった方も、ぜひね、振り返ってみていただいて、あ、こういうポイントを見ておけばよかったんだってことがよくわかると思いますので、ご覧ください。それではちょっとね、画面切り替えますね。はい、今日は1時間軸だけで説明していきます。まずね、今見ている図が1時間なんですけども、どこのポイントを見ていくかっていうと、そうですね、このあたりですね。この四角で囲ったあたりをクローズアップしていきますけども、全体的にどうでしょうか。ここから始まったダウ転換。こういうふうなものがね、こういうふうに転換したじゃないですか。で、ずっとセルに入りましたよね。それはもうお分かりだと思うんですよ。右肩下がりの、ね、流れが来たっていうのは、ダウントレンドが来たっていうのはね、こういうふうに N 字を書きながら下がってますよね。で、こう大きくここで V の字を、逆 V の字を書きましたけども、この時私寝てましたんで、ここでね、損失を出すことはなかったわけなんですけども、ちょっと画面切り替えますよ。箱の中を見るようにします。はい、こんな感じですね。箱の中。じゃあどこで利益を取ったのかと言いますと、セルで取れますよって言ったところがここですよ。で、エグジットしたのはここですよ。ね。こうなって、N を書いて、ネックラインからここ。というところで取れたということは、先日お知らせしました。そして、寝てる間にこれがあったわけですよ。そっからというものは横ばいが入りました。で、私は昨日の放送で、セルで取れると言いまして、セルでね、エントリーしたわけなんですけども、それからというもの。こういうような形で、また横ばいに入りましたね。ということなんで、今週は20万円ぐらいは楽勝かなと思ったんですけども、狙えるかなと思ったんですけども、すでに17万円の利益が出てます。ということなんで、あと今週3万かなと思ってるのが、私のね、現在の、まあ、感想というか、振り返りですよね。じゃあちょっと動画の方をまた切り替えさせていただいて、はい、戻ります。今日が18日です。月曜日、火曜日と、セルで取れると強い意志を持って放送しました。セルしかないと。で、セルで取ってるわけなんですよ。月曜日も火曜日も。水曜日、木曜日、金曜日。これはどうですかね？私はね、まだね、この流れっていうのは、ダウ転換が始まるまではずっとセルでいけると思います。たまに横ばいになりますよ。昨日も今日も横ばいになってますよね。その横ばいの時がセルでエントリーする私はタイミングだと思いますので、根っこから取るために私はね、ブレイクを確認していくっていうのがほとんどの方はそうやった方がいいと思いますけど、私の場合はブレイクの前に横ばいに入った瞬間にセルをかけていきます。もちろんロスカットラインは引いてですけどね。こうやって最大限のロット、あ、じゃない、なんですかね、あれじゃない、ピップスを取っていこうかと思いますんでね。まあ17万円、17万6千円ぐらいですかね。もう今週20万いくぞと思ってね、20万いくわけですよ。FX。いやー、本当にね、こういうのが来ますからね。ここだと思った時に行けるというね。この自信っていうのは4年間毎日相場解説をし続けたその行き着き先だと思いますので、皆さんにもその力を手に入れていただきたいと思います。まあ、ですんでね、FX の基礎講座、ぜひね、しっかりとやっていただきたいと思います。今、テスト期間中なんで、順番にテストの回答が出てるところですけども、よく理解できてると思いますよ、今のところは。これから出す方はちょっとまだわかりませんけどね。それでは本日は以上です。ありがとうございました。